んにちは。メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はご好評いただいておりました視聴者さんのポーチの中身で垢抜け、変身、そして、メイクのお悩み解決企画ということで、夏に向けて皆さんあるあるな、メイク悩みを抱いたゲストさんが、来てくださっておりますので、早速お呼びしたいと思います。それではゲストさんどうぞ。こんにちは、お願いします。本日はですね、あすみんさんに来ていただきました。あすみんさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでこの企画にご応募いただいたんでしょうか。メイクのお悩みとかあれば聞かせてください。はい、自分でも動画とかでいろいろやり方とか探しては見てるんですけど、やっぱり自分に合ってるのかが分からなくて、自分の正解を見つけられたら教えていただけたらと思ってきました。ありがとうございます。メイクの仕上がりだったりとか、お顔立ち的に悩んでるところとかあったりしますか？毛穴が結構気になってしまって、こう頬周りとかで、あとはやっぱり暑くなってきて毛穴落ちしたりとか、そういうのも含めて肌感がすごく気になっているので、それをちょっとカバーする方法とか知りたいです。わかりました。今あすみんさんが挙げてくださったお悩みってすっごくあるあるだと思っていて、こうやって動画を通してもやっぱり最終ジャッジ合ってるのか、じゃあ合ってないのかって、どう判断したらいいのかっていうところだったりとか、あとはこれから夏に向けてやっぱり毛穴、テカリ気になる方多いと思いますので、そこら辺のコスメの適量だったりとか、やっぱり塗り方であったりとか、塗る順番でかなり毛穴だったり仕上がりって大きく変わってくるので、ちょっとそこら辺をね、今からあすみんさんのポーチの中身を見せていただきながら、まずはちょっとじっくりなんですかね、解決していけたらなというふうに思います。一番最後にあすみんさんが仕上がりのイメージとしてちょっとなりたい雰囲気とかってありますか？さゆりさんです。嬉しい。これ本当に仕込みとかじゃないですよ。言わせてるとかじゃないですよ。ありがとうございます。じゃあちょっと私なりに、私のメイクここがあってこそ完成するみたいなところだったりとか、ちょっと細かいこだわりポイントみたいなのもあるので、そこをうまくあすみんさんの提案に織り交ぜていけたらなというふうに思います。ということで、ポーチの中身こんな感じで、あすみんさんすごいコスメがめちゃめちゃ綺麗に使われてるなっていう風に思ったんですけど、でもまずはちょっとベースメイク、ここら辺ですよね。どんな基準で選ばれてますか？ベースメイクは肌に優しいものを使いたいなと思ってるので、ちょっとこのオーリーミネラルとか使ったりで、あとはその皮脂テカリ防止下地ってもうタイトルで引かれて、はい、そういうものを使いたいなと思って決めました。ちなみに私気になったんですけど、はい、結構この毛穴とかテカリ系をしっかりカバーしたいっていう方って、ファンでハイカバーなものを選ぶ方が多いんですけど、結構このセザンヌのクッションファンデなんか、特にツヤ系でかなりライトな仕上がりのもので、これはなんかどういう意思でどういう意図で選ばれてるんですか？はい、自分がなりたいイメージがハイカバーながっつりメイクよりはナチュラル寄りな感じなので、それに近いのはこれかなと思って選びました。なるほど。でこれでうまく、コンシーラーとかを組み合わせてメイクしてるっていう感じ。はい、分かりました。ちなみに私がちょっと気になったのが、結構ね、ここら辺アイブロウとか眉マスカラとかも含めてこんな感じで、かなりねこう暖色ピンクパープル系で固まってるなっていうのがちょっと気になって、同じ色で固めるのってすごくいいし、パーソナルカラーとかで選んでらっしゃる方も多いと思うんですけれども、やっぱメリハリが出にくい、例えばこのラインナップでやるのであれば、アイメイクはちょっとブラウン系だけ使おうかなとかっていう感じで、うまくこう色味が固まりすぎないようにするっていうのが一つ、あすみんさんのお悩みの、例えばちょっとお顔のメリハリ感だったりとかっていうのが解決できるポイントになってくるかなと思います。で全体的にツヤ系のアイテムがかなり多いかなっていうふうに思うので、色と同じで質感も統一されすぎているとメリハリが出にくかったりとか、テカリとツヤの違いがちょっとわからないって事前に聞いてたと思うんですけど、そこら辺がもわーってしてしまうので、質感のこのメリハリっていうのもできるだけこのあるアイテムで強打していけたらなというふうに思うので、そこもこれからの季節のメイクではちょっと皆さんも、視聴者の皆さんも必見のところになるかなと思います。はい、それではあすみんさんのメイクちょっと半分ねオフして、まずはやっぱりベースメイクですよね。毛穴が気になる、テカリが気になる、あとは適量がわからない、ここはもう皆さん夏の3大お悩み、ベースメイク悩みなんじゃないかなというふうに思いますが、まずはこちらですかね。はい、はい、これってって実際どのくらい塗ってますか？全顔だとパール粒ってよく見るので、はい、なんかそのぐらいかなっていうイメージで塗ってます。わかりました。まあ、日焼け止めはたっぷり塗るに越したことはね、ないので、とりあえずこの量半顔ぐらいは最低塗った方がいいかなと思います、はい。まあ、本当はね適量で言うともっと多いんですけれども、上からいろいろ UV 効果の入った下地も重ねていきますし、とりあえずまあよれにくさと UV カットとこういいとこ取りをしていきたいので、ちょっとこのくらいの量を半分塗っていきたいと思いますが、普段はどんな感じで伸ばしてますか？こう手で触る感じでもいいんですけど、こことこうってやってバーっとこうバーっと手の動き的にはもうこういう感じありました。これね日焼け止めは結構点在させてちょんちょんちょんと、まあ、ある程度広い範囲に点在させて塗った方が、日焼け止めはやっぱりこの UV 対策として塗るのでムラなく全顔に塗るのがすごい大事なので、こんな感じで塗っていくのがおすすめですね。日焼け止め塗った後すぐ下地いきます。次の待ってはいます。下地とかの動画かなんかで30秒とか1分とかっておっしゃってたと思うので、はいはい、なんかそれぐらいは待とうかなと思ってやってるんですけど、まさにそのくらいは待った方がいいと思います。特にこの日焼け止め自体ですね、あまりなんですかこのサラッとっていうよりか割とクリームっぽい感じなので、30秒から1分ぐらい待ってもらうのはマストかなと思います。そしたらですね、セザンヌ使っていきましょうかね。これはどんな感じでどのくらいの量、よかったらなんかこうちょっと手に出していただいたり、実はこうやって、はい、こういう量でビャーっとここの指にこう取って、そのままわーっと塗ってるみたいな。ちなみに塗る時っていうのは、まあ、今ついてない感じで大丈夫なんですけど、実際肌触ってもらってどんな感じでこうしながら、たまにこうしたりしながら、こういう感じですかね。わかりました。ありがとうございます。塗り方としてタップするっていうのはすごくいいなっていうふうに思ったんですけど、今みたいに指にビャーってつけたらバーってやっちゃうとやっぱりこう調整がなかなかしにくいですよね。出しますが、まあ、これは本当に皮脂テカリ防止と色ムラ防止の効果になるので、半顔これでもちょっと多いぐらいかなとは思います。こういう皮脂テカリ防止系って量が多すぎてしまうと逆にガサッと固まってしまったり、ガサッとした状態でムラになると結構崩れ方が汚くなってしまったり、毛穴は気になってないんだけど肌の質感が変に浮き出てきてしまって毛穴が気になるように見えちゃうってことがあるので、割と薄くつけていくことが大事。特にここ小鼻の横がこう入ってる方ってここね塗り残し結構出ちゃうので、指でこうやってやっても意外と塗れてないので、溝の部分っていうのをしっかり見ながら塗り込んでいくっていうのがすごい大事です。全顔テカリ気になります。ツヤとテカリの違いがわからないっていうところもあって、これ全部テカリじゃないかって正直思ってるんですけど、そしたら T ゾーンって言われるこのおでこの部分、あとは鼻の部分、あとは頬の中心部分ですね。どっちかっていうとここら辺っていうのは皮脂が出やすい部分なので、ここら辺が光ってるとテカリに見えてしまう。逆にそうじゃない部分にツヤがあればテカリっていうよりかはツヤに見えやすいので、そういうところにだけ下地を押さえてあげるとすごいいいと思います。私結構気になってたんですけど、これってイエローとパープルって対極じゃないですか、色の補正効果で言ったら。イエローの後にこれをどこに使うんですか？いつもクマ、くすみ感が気になってるのでこことか、ここを明るく見せたくて、ちょっと塗ってみたりとかしてる。なるほど。あすみんさんのお顔立ちで言うと、これは皆さんね当てはまる方はすごく当てはまることだと思うんですけれども、割とこのお顔のボリューム感がねちょっとよりすっきり見えたらいいなっていう、そんなお悩みもおっしゃっていた中で、ライトアップ系を中心とかにガツンって使いすぎるとより光をキャッチしちゃうんですよね。すごい可愛らしい方法でぷっくりされてる立体のとこにもっと光キャッチしていくと、すごいぷくぷくぷくって感じのツヤが出てきちゃうので、あえてその必要性はあんまないかなっていう風に思ったのと、目の下っていうのはラベンダーカラーよりもあすみんさんだったらどちらかというとですね、エトボスのこういうちょっとオレンジ系のクマの補正カラーの方がヘルシーで合うかなっていう風に思うので、今回は目的としては抜いていいかなって思いました。そしたらですね、じゃあファンデーション塗っていきましょう。セザンヌですね。これは実際どんな感じで塗ってますか？ちょっと取った感じとかちょっと見たいです。これぐらいでこのぐらいこういう風に動画を見て載せてからこう優しくこうっていう風にやってたつもりなんですけど、と思いますね。ちょっと塗っていきましょうかね。はい、すみません。まあ少しずつ取るっていうのは本当に大正解なので、少しずつ少量ずつ取ってこんな感じですかね。取ります。まずはお顔の中心ですよね。で、お顔の中心から塗る時に結構ね、ここの頬をお顔の中心だと思ってポンって塗って、そこからこう周りに伸ばす方結構多いんですけれども、あすみさんの場合は特に、お顔もねよりすっきりと見せつつ素肌感を生かしたいということなので、頬の一番ボリュームがあるここに一番最初にのせて明るさが来てしまうと、お顔のボリューム感がより目立ってしまいやすいので、ここよりもちょっと内側、ここら辺からのせてトントンしていく。この横の部分ですね、ここの部分を下地と同様ちゃんとめくってあげる、めくってあげてのせてあげる。そしたら額の部分塗っていきます。鼻筋のところとかっていうのは結構濡れやすかったりもするので、額の余りのものをちょっと下げて持ってくる感じがすごくいいかなと思います。ちょっとまぶたの上も塗っていきます。肌もツヤツヤ今の段階だけで結構くすみ感取れてる感じする肌の、こっちの方が本来ね、なんかチークだったりとか目元のカラーだったりとかアイメイクピンク系使ってると思うんですけど、結構この時点で顔色が良くなってる感じがするかもです。ちょっと見ていただいていいですか。うん。ね、本当だ。ファンで同じ色なのにみたいな。うん、同じ肌に思えない。うん、今くすみ感がねこっちのがないって話したんですけど、このパープルをね抜いたんですよね今日は。それ結構大きかったかもしれないですね。パープルとかブルーとかってトーンアップする力ものすごくある分、目的と合わない方が使っちゃうとちょっとした違和感が生まれやすいかったりもするので、今回みたいなねこのあすみさんのパターンはちょっと抜きましたけれども、ちょっと下地いろいろカラー使ってる人はちょっと引き算してみるのもありかもしれないです。そしたらちょっと目の下のクマの部分ですね、今日コンシーラー全然使ってないのでちょっと使いましょうかね。コンシーラーってどんな感じでどこの部分にいつも使われてますか？ここの線が見えるところにのせて、いつもバーって塗っちゃいます。他の部分で何か使ったりしてますか？いやもうここだけですね。分からなくて、他の色なんかこっちの色とこっちの色の違いがあんまり分からなくて、ここの肌色2色ってどう使えばいいのみたいな。基本的に一番簡単に使い分ける方法は、濃いトラブルは濃い肌色、クマの境目だったりとかちょっとハイライター的に使いたいところは明るいカラーっていう風に使い分けるといいと思います。目の下のクマの部分はあすみさんはねちょっと青みというか紫みみたいなものもあるので、こちらのオレンジのカラーをですね少し取って素肌感すごく大事にしたいっていうことなので、くすみ感が濃い部分ありますよね、目頭側もうここだけのせてなじませる。ちょっとずつ補正していくとやっぱりメイクはよりナチュラルに綺麗に仕上がるので、必要なところだけっていうところと、あとはですねちょっと明るめのカラーですね、境目のところに少し薄くのせます。笑顔がねすごく素敵なんですよ。こうギューって笑ってくださるので、あんまりここ全体にのせると確かにシワに入り込んじゃうかもしれないので、もうちょっと明るさ出たらいいなっていうところ、目頭側だけちょっと明るくされるといいかなと思います。私がちょっとカバーするとよりいいかなって思ってたのはこの目尻のところかな。ここちょっとくすみやすくないですか？目描いちゃう癖とかはないですか？あ、結構こう擦っちゃいますね。そういう方結構ねここら辺がくすみやすいので、ちょっとくすみ感取っとくと顔色が明るく見えたりします。お粉いきたいと思います。お粉ちょっと私気になってました。どんな感じで塗ってるのかなーっていうので、今日はどちらを塗られてますか？セザンヌの方。セザンヌの方ですね。はい、これもちょっと塗ってるとこは手の甲とかに出してもらったりしてもいいですか？1回ぐらいでだいたい取って、鼻とかおでことかの気になるところはこうやってポンポンポンってやって、後のところはほっぺとかそんなにじゃないところはもうこんな感じでファサファサーってやってます。すごいいいやり方だと思います。私が1点だけ気になったところがありまして、手の動きがこういう感じだったのがちょっとかなり気になったかなっていう感じで、これだと指の腹分ぐらいしか取れなくてかなり固まってる状態、粉がやっぱもうちょっとふんわりまんべんなくのせるところにはのせたいっていうので、指先で押すっていうよりかは指の腹をこう寝かせる感じで、気持ち的にはこのパフの半分ぐらいは粉を取りたいっていう感じになると、圧をかけずにしっかり粉をフィットさせることができるので、寝かせながら取ってまんべんなく取ってまんべんなくのせるっていうのがポイントになってくるかなと思います。気になる部分は先ほどおっしゃってたみたいに、本当にトントントンってこうテカリが気になる時、その時もここめくります。ちょっとテカリが気になるところとかを先にトントントンと押さえて、で余ったものちょっと頬の部分とかもいっちゃっていいかなと思います。ちょっと触ってみてほしいかもです。全然違う、うん、いつもここすごい粉が多くなっちゃってベタついているような感じがしてたんですけど、はい、全然ないです。粉の適量ってめちゃめちゃ難しいですよね。人によってかなり違います。何で判断してるかっていうと、触った時にベタつきが残ってないか、でも見た感じからしてあまりにも粉が覆いかぶさってないかっていう、タッチで確認、視覚で確認みたいなっていうことが1週間ぐらいやってるとだいたいつかめてくるので、一番コンディション良かった時の粉の量っていうのを基本的に自分の適量にしてもらえるのが一番確実かなというふうに思います。ということでパーツメイクでやっていきましょうか。はい、私の雰囲気にというふうにちょっと言っていただいたので私も結構丸みが多い顔立ちなんですけれども、柔らかい雰囲気ながらも引き締め感のあるメイクっていうのを意識してるので、今日はちょっとそんな感じであすみんさんのことも仕上げしていきたいと思います。それではですね、眉毛いきましょう。仕上げる前にポイントを言うと、ここの2つ描いてると思うんですけれども、眉マスカラはちょっとこれだと暖色でぼんやりしすぎかなというふうに思うので、基本的にはこれで描いていって、どうしても色が浮くようだったらブラウンぐらいを使うかっていうのをちょっと検討したいと思います。じゃあね、ちょっとここら辺の濃いめのカラーを取りましてやっていきましょう。結構もう地眉に沿って、あ、そうですね、うん、ブラシで溶かしてみましょう。この眉マスカラどのくらいの明るさなんでしょうかね。ふわっとのせるぐらいでいいかもですね。結構この眉マスカラって裏に色を絡めてっていう感じだと思うんですけど、あすみんさんの場合はもう本当に少し明るくするぐらい、このくらいの軽さで髪色に対してはいいと思います。ちょっとね、左右で暖色のピンクみがかった方とブラウンに寄せた方で、若干ここの眉山の部分を少しキリッとさせているので、そこで引き締め感を出してるというような感じです。それではアイメイクいきましょうか。眉毛で温かみのある色を抜いたので、ちょっとだけなら温かみのある色を使ってもいいかなと思いますが、普段どんな感じで塗られてますか？このカラーをアイホール全体に塗って、日によるんですけど、際のところはこれを二重幅ぐらいに塗って、これ、そうですね、を塗ってっていう感じ。はい、分かりました。そしたらアイシャドウの付け方はね、すごい綺麗なんですよ。なのでアイシャドウっていうよりかもまつげとかかな、ポイントにしてくの。アイシャドウどっちかっていうと軽めに仕上げていきたいと思います。じゃあまずはアイメイクはピンクカラーベースに使っていきます。上下まぶた全体に。そしたら私風みたいな感じでいいですか、さゆり風目嬉しい目に仕上げるには、ここのちょっと深みカラーを2つね、ブレンドします。ちょっと目尻の方に先に置いたものを目の内側の方にぼかしていきます。あすみんさんね、二重の幅はすごく綺麗なので、全部濃い色で潰すっていうよりかは、ちょっと目尻のところにポイントを置いて、それを内側にちょっと伸ばすぐらい。ちょっとこんな感じで割と横にすっきりめな感じでアイシャドウ塗りました。そしたらちょっとキュートな印象も作っていきたいので、セザンヌのハイライトをちょっと涙袋のところに使いたいと思います。すっきり見せるんだけれども、涙袋にちょっと光を与えたりとか、まつげにカールを与えることでキュート太さも出すっていうのが私的なアイメイクのポイントになってきます。艶を置きます。こんな感じでちょっと目元ね、アイシャドウだけでもだいぶ変わりましたが、アイライナーですね。アイライナーブラックを使いっていうことで、これでちょっと引いていきましょうかね。どちらかというとちょっと横幅出した方が良さそうなので、ちょっと目尻長めにいきたいと思います。下の光で目の位置を下に引っ張って、横にも引っ張る感じ。ここからビューラーマスカラしていくといいと思います。マスカラはブラック系でいきたいと思います。まつげ強調するだけでも全然目幅も効いてきて、バランス的にはね、すごくいいバランスになってきてると思います。ことは基本的にはここがね気になる方って、ここの溝の近くまで色を入れちゃうと結構このチークの後の境目からのくぼみっていうので目立ってきちゃうので、横から入れるのがおすすめです。もう横からこういう感じで引き締める感じで入れちゃった方がいいかもですね。このくらいでいいと思います。シェーディングはどうですか？もう普通に入れてます？普通に入れてると思うんですけど、普通に濃さと鼻が気になってるんですけど、鼻に入れる入れ方がちょっとわからないというか、自信がないというか、自然だけどカバーできるみたいなのがあればいいなって思いながら、ちょっと難しくて。シェーディングの色、これちょっとクールトーンじゃないですか。クールトーンじゃない色の方が合うかもって思いました。これ入れるとくすむかもしれないですね。ちょっと私持ってきていいですか？このくらいウォームトーンの方が合うんじゃないかな。赤みがあるシェーディングカラーって透明感出るとも言うんですけど、ちょっと合わない人が使うと本当に赤茶ぐすみみたいなのをしてしまうので、ここら辺はちょっとふわっと色をのせたら、ここはでもほとんどノーズはのせなくていいと思います。鼻の幅が広く見えるのが気になる方はそこはのせずに、もう先の部分ですよね。先のこう削りたい、スパッと切りたいところを影で気持ちのせてあげる。ほんとこの程度でいいと思います。影って限界があるし、濃くしないと意味がないんですよ。なのでハイライトを私は結構激推ししてるんですよね、いつもこういう時に。鼻先が気になるのであれば、鼻の根元のところに光が当たればここに視線はあんまりいかないので、ここら辺にちょっとツヤを入れてあげたりだとか、ここの目頭下のところを明るくして視線をこっちに持っていったりだとか、そういう調整をすることによって、ここが全く光ってなかった時とここに光が集まった時って、視点ってまずとりあえずこっち行くんですよね。そういう感じで調整してあげた方が、これから特に崩れやすい時期はいいのかなというふうに思います。ということで、こんな感じでね、ちょっとリップは軽めに塗って完成にしたいと思います。鏡見ていただいてもいいですか？ちょっと半分。あ、全然違う。目がなんかサイズ違って見えますね。ナチュラルだけど違って見えて、お肌の感じとか全体バランスどうですか？いい。よかった。さゆりさんの目みたいに近づけた気がする。ちょっとさゆりみを入れてみました。まつげと涙袋がポイントかなと思います。ということで、今回のポイントで言うと、ベースメイクも塗る適量であったりとか、あと今日はね、シェーディングの色であったりとか下地の色であったりとか、良かれと思って使ってたものがくすみ感を出してしまっていたんじゃないかっていうものをあえて抜いたっていうことが一つポイントになってくるかなというふうに思います。パーツメイクに関してはやっぱりこの色味が統一されすぎていたっていうものをできるだけ色味を抜くところは抜いたりだとか、質感っていうのも全面的にこう割とツヤ系のプロダクトが多かったんですけれども、そこを少し例えばベースはパウダーで抑えてあげたりだとか、眉毛は眉マスカラできるだけ使わないようにしたりだとか、この質感っていうのもできるだけこうメリハリをつけるように意識してやってみたので、よかったら皆さんも活かせるところ活かせて、是非これからね夏の崩れにくい透明感素肌感のあるメイクとして、参考にしてもらえたらと思います。ということで、あすみんさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。停止しちゃった。後であすみんさんからいただいたお土産のお菓子食べようとか思って、ちょっと後でこの後でいただきたいと思います。そして今ね半眼仕上げた状態なんですけど、後でちょっと控室とかでもう半分ね仕上げて完成にしたいと思うので、それちょっとねなんかもしかしたら iPhone とかの映像になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと一応全体の仕上がりもね後でシェアしたいと思います。ということで本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画少しでも参考になったなとか、メイクモチベ上がったなと思ってくださった方は、ぜひこちらにある丸いチャンネル登録ボタンを押して私にお知らせしてもらえるととっても嬉しいです。ということで、たくさんコメント感想お待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、あすみんさんありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。目で求めるって一緒に。